はい、皆さんどうもこんにちは。今回は今練習が終わったこの車内からスタートしていきたいと思います。今から髪の毛を切りに行きたいと思います。やっていきましょう。駐車場着いたで。はい、散髪に行ってきます。ここです、ブラザーズ。渋いチャリあるわ。これええやん。俺の YouTube 見てくれてるらしいっす。ビデオは登録してます。どうすか俺の YouTube。 いや、プロの生活なんで絶対嘘やん。ガチっす、ガチっす。はい、終わりました。帰るで。よし、帰ります。はい、おはようございます。今日は、札幌との試合です。ナイタ19時から。今から行きたいと思います。行きましょう。行くぞー。めっちゃ天気ええわ今日。はい、どうもお疲れ様でした。今札幌戦が終わって勝ちました。よかった、本当にありがとうございます。応援してくれた皆さん本当にありがとうございます。帰ってきたぞー。おう、痛い痛い痛い。はい、おはようございます。行ってきます。えげつなく混んでおります。昨日も動画撮ってたんですけど、撮ってたデータを全部消してしまってもうチーンってなってました。ちょっと日にち飛んじゃったんですけど、今日はもう川崎戦の前日です。もうすぐクラブハウス着きます。今日もやっていきましょう。シャー、ついた。行ってきます。サラダ、ゆで卵ダブル、アスリート定食。曲がってる。全然いいよ。うわー、はい、どうもお疲れ様でした。ふぅ、遅っ。練習が終わりました。今から準備してホテルに行きます。はい、いつもの部屋に到着しました。はい、ホテル着きました。最高の準備しましょう。寝ます。おやすみなさい。おはよう。よし、起きよう。はい、散歩に来てます。山頭公園。朝の吉祥寺の雰囲気最高やな。今日は川崎との試合やから気合入れてやってくれ。はい、どうもお疲れ様でした。今試合が終わって残念ながら川崎に負けちゃったけど、まあ、切り替えるしかないからしっかり切り替えて、うん、次絶対勝ちましょう。次。はい、おはようございます。はい、5時20分か。起きよう。散歩に来てます。ちょっと天気が悪いね。
まあまあデカめの魚がいる。釣らんかな。渋谷です。自分のチャンネルで、ま、くださいよ。じゃあ詐欺と申します。ありがとうございます。サッカー僕もやってたんで、左サイドバックよ。すごい。少々やらせていただきました。いや今日は URU っていう竹花さんとか佐々木さんがやってはる、はい、オンラインビジネススクールの取材といいます、ね、取材。そうですね、ちょっと話を、はいはい、じゃあまた引き続きよろしく、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい。うん、渋めっちゃかっこよくない？めちゃめちゃインパクトすごいっすね。入店した時の、はい、明日で完成ですけど、明日で結構もう今の時点でインパクトすごいんですけど、明日でかなり、いやそうやね。はい、色とか映えるんで。いいね、ありがとうございます。はい、今回も見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントとかもできるだけ返すようにしてるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週見てください。ありがとうございました。さよなら。よし、今からエンディング撮ります。一発で決めるんで見ててください。いくで。できるだけ返すようにしてるんで、ぜひ、いろいろとかもできるだけ書いてこう、返事してるんで、コメントとかもできるだけ返すようにしてるんで、はい、今回も見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントとかもできるだけ返すようにしてるんで、ぜひよろしくお願いします。ということでまた、来週見てください。ありがとうございました。さよなら。いや、どう今の、いや、なんかちょっともう一回行こう。いや、なんか納得いかん。もういいか。